はい、こんにちは。西荻フレンドリースクール事務局の松浦です。西荻フレンドリースクール公式ブログ、幼児教育支援 .com 動画版。本日のテーマです。小学校受験、工作や作業が雑な子には何と声かけをするか。それでは西荻フレンドリースクール講師、近藤慎介先生、よろしくお願いします。はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは。これって意外と男の子だけじゃなくて女の子でも割といるかなと思うんですけど、ハサミだったりとか、なんか作業だったりが、早いんだけど大雑把とか。遅いのに大雑把って飛ぶ時もたまにいたりするんですけど、なんかじゃあ丁寧にねって言ったところで、そうすぐには治らないじゃないですか。なんかどんな風に言うとその子たちには分かりやすいかなと。ああ、なるほどね、そうだね。これは確かに、例えばさ、簡単な問題だったりとかもそうだね、はいはい、色を塗りましょうとか、そうね、ハサミでこれを切りましょうとか、まあ、点結びとか、ああいうのをまあまあ簡単なルールに入ってくるのかな。ああいうのやるときに確かに雑なことをうまい子もさ、はっきりしてくるんだけど、まあ、これって僕は子供たちに伝えるときに、はい、結構、シビアに伝えることもあるんだけど、まあ、どういうふうに話しかけるかっていうと、まあ、みんなねこの色を塗りましょうとか、ね、例えば点結びやるときだったら点結びとかって簡単なわけね。じゃあこの問題みんなどう、難しい簡単って聞いて、まあみんな簡単って、まあこれを何を塗りましょうとかいう問題だった場合ね、でじゃあ全員100点取れそうだよねって言ったら取れるって。でも例えばこれが試験で、ここに10人みんながいて、例えば6人しか合格できない、7人しか合格できませんって時は、この問題で先生はもしかしたら点を引かなきゃいけないかもしれない、じゃあどこで、だってみんな100点だよ、どこで点を引くと思うって言って、僕はホワイトボードに2つの絵を塗ったやつを見せて、一つ1本ちょろっと出してみる。なるほど、丁寧バージョンとちょっと残念バージョンというか、さあどっちをマイナス1にする、どっちも濡れてるよって言った時にみんなこっちもちょろっと出てる。なるほど、ね、そうでしょって。だそういう細かいところでもしかしたら点が引かれちゃうかもしれない。だからみんなは簡単なものこそ丁寧にやったら、簡単なものを雑にやる子には勝てるかもしれない、もしかしたらね、そういう子もいるかもしれないから。だからみんなはなるべく簡単なものは簡単だから適当にじゃなくて丁寧にやりましょうっていうふうに、まあなるべく分かりやすく、でもこれ結構効果的面でね、言うとね、みんなすごい丁寧にやる。なるほど。線結びなんかもそうで、はい、ね、すごい簡単な線結びとかあって、さあ簡単だけど、でもこの中で例えば3人罰をつけなきゃいけません、さあどうやって罰をつけるでしょうかみたいなね、そっか、そこで雑にやってる子はハッてなるわけだ。そう、なるほど。っていう風に見せると、これをこのやり方ね、毎年毎年ね、僕ね、線結びとかね、初めてやるときに必ずね、はい、前置きでやる、なるほどね、効果的面でね。そうですね、前置きでこれやるとみんなね、もうとにかく超丁寧に、なるほど。そう、結構ね、見てるとあれですもんね、切り方とかも一回一回がアクションが大きすぎちゃって、はみ出しちゃったりとかもあるし、ちぎるのとかもね、結構性格出ますもんね。そう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 、うん、まあ、だから本人の中で簡単だから適当じゃなくて、まあ、簡単だからこそ、だからこそ丁寧にやろうをしっかり見せられた方が、先生たちってそういうとこ見てるから、そうね、だって過程を見るとか、結果その言われたことはちゃんとできるかどうかっていうのは結構大事にしてるみたいだから、ね、だって取り組みの姿勢もね、だって都市大の先生だって絵の上手い下手はねあんま気にしてないけど、取り組みを見てますっていうふうに見てるから、もしかしたらちょっと間違えたとしても、取り組みでめっちゃ綺麗にやったらね、プラス加点も、評価していただけるかもしれませんね。そう、伸びしろを見て取るのが学校だから、結果だけじゃなくてね、だからそういうふうな姿勢を見せるためにも、やっぱり丁寧な子って取り組み方、遠くで見ても近くで見ても分かるから。そうですね、なんていうかね、オーラと視線が違うんだよね、姿勢か、そうね、本当にね、適当というかよくできるんだけど雑な子って、パッ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 ってなんかもうね手の動きがね雑もうすぐ分かる、なんか見てて、ね、合ってんのになって思って。塗り方もね、大胆だからすぐにはみ出しちゃったりとかね、しますね。だって実際に丸つけしてても同じ丸だけど丸つけたくねえなって思うもん。分かる、汚い子いますよね。これつける、だってこっちの子が丸ってことでこれも同じでしょって、なんか違うなって思っちゃう時も、塾この教室やってても思うんだから、実際の先生で本当になんかマイナス点をつけなきゃいけないってなったら、こう、ね、つけがたいような評価ラインになった時とかね、もしかしたら、だってジャッジしなきゃいけないんだから、テストだからね、10人やって10人合格させますってわけにいかない場合がね、そうですね、あるかもしれないじゃん、
その場合どこで見るかっつったら、僕がもし先生ならば雑な方をね、うん、切るかもしれない。そうね。しないってか切るし。うんうん、だからまあ子供たちがなるべくそういう現実をね、うん、があるかもしれないってことを教えておかないと。そうですね。だからそれこそこだわりの部分をちゃんと持てるようにしたいと。うんうんうん、あとでもね、逆バージョンもあって、はい、塗りましょうを延々塗ってることがね、ああいますね。これもね、うん、今度はそういうのはこれは雑を教えなきゃいけないっていうのは難しいんだよ、はいはい、そうですね。これね、逆バージョンの俺難しい気がするんだよね。確かに時間を意識しつつっていうところですもんね。だからね、もうとにかく丁寧な子ってもう塗ったら止まんないよね、うんうんうん、だからもうグリグリ、だからもっと早くやろうって言って、ね、そのもうクレヨンちょうだい次の色を塗ろうって言ってももうガンとして渡さないとかね。あ、これは難しいなと思っちゃうんだけ ど、うん、でもやっぱりね、目に見て見せてやる方が大切だから、もう僕なんか思い切ってバツつけちゃうけどね。あ、なるほどね、うん、やっぱり場合によってはね、雑でもいい時あるんだよ。例えばあの言われたそのやつで色を塗りましょう、はい次みたいな本当に制限時間短いところもありますからね、問題によってはね、うん、もう本当チェックつけるぐらいの時間しかないような、うんね、試験もあるから、そういう場合に縁取りから始めたらもう終わんないからね、うんうんうん、確かに確かに。だからその縁取りから始めたら終わんないようなあの内容を、はい、なんだろう、もういかに今度雑にできるかっていうところになってくるのかな、うんうん、まあある意味今度はスピードの方に意識を持たせてあげるということですね。だからね今ね、別バージョン言っちゃったけど、はいはい、でもまあそういうのもね結構大事でね、頑固な子ってなかなか聞かないからね。わかる。そうね。はい次、うん、はい次って言ってなんかこう雑だけど時間の今度は大事だよっていうのを教えてあげて、結構大げさに丸つけてあげたりとか。なるほどね。うん、それこそあの手この手というか、その子に応じて変えていくわけですね。そうそうそう、分かんない時にはもうほんとしょうがないから、もう罰全部それ以外はつけちゃって、うんうんうん、でもなんで罰だと思うって、うんうん、そういう試験じゃないからだよって、うんうんうん、なるほど。どんな試験かってもちゃんと考えてって、丁寧にやらなきゃいけない試験なのか、スピードが大事な試験なのかっていうのはねって、うんうん、っていうのはね、まあ臨機応変にね、うんうん、声かけをしていかなきゃいけないからね。そうですね、難しいよね。これね、もう大人とかね、小学生ならまだちょっと融通きくんだけど、ね、幼児融通きかないからね。確かに。そんなところですかね。そんなのかな。はい。ありがとうございました。さあ、じゃあこのままお知らせいきましょうか。さあ、今日の内容にも若干通ずるとこもあるかもしれませんけど、じゃあちょっと、あ、まだ画面が、てかお知らせのページができてないからあれですけど、6月の29日、7月5日、7月6日、7月11日に今、講座を、計画中です。まあ、計画中ですというところは、もう決まってるようなものなんですけど、まあね、はい、ただ正確、公式にね、まだ発表ができてないよということなんですけど、どんな話やろう、どんなことしようかなと思う、言うと、面接特訓だったり、相談会だったり、今までいろいろ企画やってたと思うんですけど、同じ時間枠は開放して、その中でどれやりたいか選べるような感じの講座やろうかなと思ってて、で場所もですね、フレンドリーを会場にしたり、埼玉会場にしたり、別のところ都内の別の場所を会場にしたりというところで今調整をしているところですので、ぜひ来ていただければと思います。今日みたいなね、例えばそのうちの子何するにしても遅いんですよとか雑なんですよとか、余計なこと言っちゃうんですよとか、いろいろ悩みがあると思うんです。そういったことね、解決する場でもいいかもしれませんし、あとは何が課題だか教えてほしいとか、何が長所だか教えてほしいとか、そういうなんかふわっとした内容でも大丈夫です。なんかペーパー特有の実践的なものでもいいし、面接でもいいし、相談会でもいいし、みたいな感じのことをやってみようかなと思ってね、今企画してるので、今一旦日程ね、ぜひチェックしておいていただければと思います。もう一回だけ言っておきましょうか。6月29日土曜日、7月5日金曜日、7月6日土曜日、7月11日木曜日、今回多いですね。担当は私なんで。はい、新助先生が担当いたします。日によってはもしかしたら由美先生もニョロッと出てくるかもしれないって言ってました。はい、そうだね。はい。
なんてことなのでね、またこちらも追加のお知らせをお楽しみにしていてください。数日中にね、発表できると思いますからね。はい。はい。はい、あとは、レギュラーの方のご紹介もしましょう。面接特訓コースは、受付をしております。あ、この画面の端っこにもありますね。7月5日、6日に出張しますよ、ということでね。うん、はい。あとは願書。はい。講座お得だよね。お得ですね。はい。今回ちょっとお得めにしてありますからね。お得すぎんだけど。はい。そう、いいのかなみたいな感じなんですけどね。まあ、ぜひチェックしてみてください。この日だけのキャンペーンだから。そうですね。はい。ぜひぜひ。あとは子育て幼児教育相談会、平日土曜日に行ってます。すいませんね、先ほどのお知らせちょっとふわっとしてて、もうちょっとしたら詳しくできると思うんでね。あと体験授業も受付をしております。1歳6ヶ月から年長さんまでお待ちしております。連絡先です。電話番号0333900750番、メールアドレスはご覧の通りです。はい、こちらに将棋フレンドリースクールでは引き続き幅広いテーマでお話をしてまいります。皆様からのテーマリクエスト、感想、疑問、質問も大歓迎です。あとは何でしょうね、なんだっけ、あ、そうそうそう、こちらの YouTube のね、フレンドリーのチャンネルの登録、チャンネル登録、またこちらの動画への高評価もいただけたら嬉しいです。お願いします。はい、今日も最後までありがとうございました。それでは失礼いたします。はい。